見てたかな、マリン先輩のパストル2の配信、6期生をみんな書いてくっていう配信をねしてくださっていて、でその時にねコヨを書いてくださったんだけど、そのゲームの中でピンクが売れないっていうねそういう現象がありまして、それはもうゲームの仕様らしいんだけども、でコヨがね売れ残ってしまったんですよ。まあ、それをきっかけに、なんとマーリン先輩がね今日コヨリチャレンジやるって言って、めちゃくちゃたくさんコヨのことを書いてくれたんだよ。コヨさ、これあのマリン先輩のコメントにも送ったんだけど、なんかもう売れないイコールマリン先輩とずっと一緒にいられるっていうのがすごい嬉しくってさもうさ、ずっとずっとマリン先輩の配信画面にいられるわけだよ。マリン先輩がいるそのちょっと何センチか外れたところにコヨがずっといるんだよ。え、これ逆にご褒美なんじゃない？え、二人っきりじゃん、ずっと二人っきりじゃん。もうなんか新しく書いてくださるのももう売れなくていいひどい話なんだけどさ、もう売れなくていい、もうマリン先輩のお店に来よう、もう二人、三人、四人ってどんどん増殖しちゃうんだからって思って初配信でさ、いろいろ大きい目標、大きな目標っていうやつ、10の目標って書いて11個あった目標出してたじゃん。実はあの配信で使わなかった身近な目標ってやつがあるんだよ。身近な目標、身近な目標はすごいなんかいろんな先輩とやってみたいことがすごいいっぱい書いてある目標で、ちょっとあまりに具体的すぎたのでこれはやめときましょうっていう風になってまゆちゃんに止められて、そう出さなかったんだけど、まあ、確かにちょっと具体的すぎたわって、これのただのあのフォローライブオタクのところが出てるだけのちょっと気持ち悪いスライドだったので、まあ、一生どこにも出さないんだけど、まあ、その中で実はコヨあのマリン先輩に迫りたいっていうマリン先輩に迫りたいっていう目標を書いていて、なんかマリン先輩っていろんなさあのフォロメンにすごいね、先輩たちにさ、先輩たち同士でさ結構こうなんかうーんって行くじゃん行くけど、なんかそのマリン先輩自身はあんまり来られないみたいな、あんまり来られないし、そのなんか来られると逆にあんまりかもみたいな、なんか自分が行く方がっていうようなお話を、ちょっとコヨの記憶がちょっと曖昧だったら申し訳ないんだけれども、なんかそのマリン先輩が迫られている図っていうのがあんまりないなぁと思って、でえ、コヨ行きますけどみたいなえ、ちょっとなんかそれで、あ、困らせたくなっちゃうなみたいな、あんまその迫られるとちょっとみたいな感じだったから、なんか困らせてしまいたいみたいな気持ちになったので、その配信を見ててっていう目標を持ってましたいや、どうなるかわからないけど、勝手にね、勝手にそんなね、なんかそのどうだ、できるかわかんない、声にできるかわかんないけど、なんかちょっといつもたにゃーんってこう迫っている先輩がちょっとあ、なんか慌てる姿とかちょっと見たいなみたいな思ってしまって、でも声なんかに慌てさせることができるのかなとかちょっとわかんないんだけどもね、そんな、え、コヨはもうなんか触りたいんだよね触りたいって言うとちょっと語弊があるんだけど、コヨはちょっとガンガンこうなんか可愛い女の子大好きなのね、可愛い女の子にこうスリスリしていきたい愛を言葉にしていきたいし行動にしていきたいタイプなので、ただでもコヨあの人見知りだから、まず一歩をすごいこうなんか近くならないといけない
タイプのコヨーテなので、いけるようになったら、ふーっていけるようになりたいよね。まあそれはちょっとね、ここは、これは夜中の独り言なので、みんなマニゼンマに伝えたりとかしないようによろしくお願いします。困らせちゃうかもしれないから。そう、困らせちゃうのはね、一番良くないので。から今まであんまりさ、先輩の話とかしてなかったんだけど、そう。まあ、これね、そう、今、マリン先輩に、ちょうどパストル2で書いていただいて、そう、こよりチャレンジっていうのをしていただいたから、ちょっと話してるんだけど、その、身近な目標には、ものすごい大量の先輩とやりたいことが、書いてあるので、そう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 、そう。かね、たまたま、ちょっと、これ、今だったら話していいかなと思って話しただけのお話なので、皆さん、よろしくお願いしまーす。もう大丈夫だよ、きっと。こんな遅い時間だし、ね。見られてない、見られてない。大丈夫、大丈夫。はい。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。チュッ。